Oh, the lilac snow drifting down so soft and slow outside my window. I watch it go. Oh, the lilac snow. こんばんは、ミクです。今私は三重県にいます。見て、忍者市駅私忍者大好きなんだけど、今日は三重県とのタイアップで三重にやってきました。今日から1泊2日で三重の旅を楽しんでいきたいと思います。初めての三重県なのでどんな感じなのか全然わかんないんですけど、食とかあとは陶器とかお宿、行きたいお宿もあるのですごく楽しみにしています。それでは、三重 Vlog スタートです。私忍者大好きなの言ってなかったよね。そんな聞いたことない。うわ、伊賀と甲賀の伊賀じゃん、はあ、すごっ。そっか、三重が伊賀なんだ。私知らなかったわ。じゃあレンタカー借りて。今日はレンタカー借りて最初ご飯食べに行って、その後伊賀焼きの窯元に行って、その後に泊まりたかったお宿に向かいたいと思います。楽しみ。何食べる？やっぱ伊賀牛食べたいよね。いただきましょうか。伊賀牛にしようか。 B セットのお肉料理の伊賀牛。はい、でございます。手前にフリッターか、さつまいもが赤ワイン白く漬け、大根の漬け、じゃがいものスープでございます。キッシュじゃん、あなたの好きな。うん、美味しい。美味しい。おいしい。落ち着いてていいね。ね、なんかさ、この落ち着いた感じがさ、いいっていう風にさ、思える自分がちょっと大人になったよね。で、今しみじみ思った。ね、思った。
今年いっぱい海外行ったけどさ、うん、国内もいいね。いいよね、わかる。よくよく考えたら行ったことないところいっぱいある。そうそうそう。これ伊賀牛です。こちら伊賀牛の牛乳ですね。パンがほうじ茶を練り込んだパンときな粉を練り込んだパンになります。ありがとうございます。霜降りやけど、わさびとあれでさっぱり。本当だね。好きでしょ。本当好き、これすぐわかるわ。すぐわかる、うん、これがほうじ茶のパンだって。あ、いい匂い。パン美味しい。ほうじ茶。きな粉食べてみて。きな粉の匂いする。本当に美味しいね。なんか予定があんまり詰め込まれてないゆる旅だから最高。やっぱりちょっとさ、ちょっと疲れてたじゃん。仕事いっぱい重なってさ、休みがなかったからちょっと日常からエスケープしたかったよね。わかる。なんか今日ちょっと新幹線乗るとちょっと嬉しかった。嬉しかったね。わかる。あ、幸せ。ゆる旅じゃん。いいよマジで。伊賀方言クイズ。はい。ケット。え？ケット？どういう時に使うの？ああ、例文言ったらバレちゃいそうやな。私たちが旅行に行く時はいつもって言っちゃった。え、いつもって意味なの？ケットって。うん。レンタカー屋さんでね、その方言ポスターみたいなのあってさ。あ、それは写真だったんだ。そうそう。結構むずいよ。いっぱいあんじゃん、めっちゃ。そうそう。じゃあ、あんた本当に変ねしやね。変ねし。その先 400m 変ねし。高砂を右方向。変ねしなやつやな。変ねしなやつやな、うん。変なやつやなでしょ。違うんや。ひねくれてるって。あ、あんた最近めぼできてたよね。めぼ？めぼできてたよね。うん、あんた最近めぼできてた。治ってよかったんですよね。あ、虫歯？違う。物もらい。物もらいが？めぼ。めぼ。あ、でもちょっとわかるね。癒しんぼ。え、絶対、え？癒しんぼ。あ、ちょっと待ってね。これね、違うんよ。あ、ね、引っ掛けないよ、これ。癒しんぼ。これ、癒しいじゃないよね。でしょ？うん。全然癒しんぼだから。合ってんのか、使い方が合ってたか分かんないけど。大丈夫や。うん、よくわかったね。いや、だって見てた さっきの、うん、どれ出そうかなと思ってた。しっかり出そうとしてる。ああ、最高。楽しみだな、作刀体験。じゃあ次は長谷園っていう鎌本に行きたいと思います。これだけ大きな釜がここに存在しているって形になるので、ちょっとこれ見ていただ
角度。いや、もう本当に火が綺麗なっていう感じだと思います。そうですよね。どう？衣装の前とタップ付きの自動販売機のコーヒーが楽しんでいただけるので、ご自身で棚から取ってもらって、セットしてもらって、飲んでいただいた方は記念に持って帰っていただいてという形で、素敵。珍しい、なんか明かりがたくさん入って窓がね、うん、高いので、すごい作陶体験、はい、楽しみ、あ、素敵、これもできます、はい、あ、こいこの、はい、浸かりたいです、お願いします、これをこう、取ってもらいます、はい、で、これを手のひらで、はい、でこれを中心へ置いていただく。でこういう感じで土台ができます。はい、ここで棒状する。棒状をでこういう状態のもの、一センチ、径が1センチぐらいのものですから、ここへ親指と人差し指で一回転で取ります。で初めてですか？はい、初めてです。またこれを。されていくんです。これの繰り返しです。はい。またこの上からこれをやっていただいたら、こういうのができます。はい。丸めて。はい。本当に初めてこれ。はい。小学校の気持ちでやってもらえる。小学校の気持ちで。無言、真剣になっちゃう。めっちゃ真剣になっちゃうね。大体皆さんそうです。そうですよね。なんかちょっとホームページを拝見してきたんです。小琵琶湖の地で、ね、焼くときにその中の植物とか化石が、あれするからなんかポツポツなるんですよね。乾かして炭の状態で入ってるので、そうそうそう、なのでこう質感ちょっと見るとダラダラとした雰囲気の焼き上がりに見えるんです、ね、伊賀の地は琵琶湖の湖底だったみたいな。はい、そうです、ね、はい、これすごいうまいね。どうすか？この色が、どれがいいとかある？私、かわいい色。完成しました。湯飲みマグカップみたいなやつ。余った粘土で。お皿小皿です。そして、ちょっとお買い物しましょう。土鍋欲しいですよね。このご飯炊きの土鍋、大きさいっぱいある。いちご炊きから3号、一番大きな5号炊きかな。すごい、こういうビールをね飲むベアマグもたくさん売ってます。おチョコとかお茶碗とかね、大皿もたくさんあります。さっきの先生の作品を見せていただきます。あら、この上、この辺りと向こうに並んでるお鍋なんていうかが先生の、へえ、すごい。なんとなくフォルム優しいのが先生の。本当ですね、なんかちょっと、もし開けていただいたら、普通の土鍋は半分型で手で削るんですけど、これはろくろで引いてるので、鍋槌ろくろで引くのって結構大変なんですけど、先生はできます。なるほど。あ、川上正史っていうのが、じゃあこれで。そうね。
ですね。これも先生の作品なんですね。先生のです。じゃあこれにしよう。はい、じゃあこちらを。ありがとうございます。はい、いただきます。はい。カッピーステキラで。はい。4号に入るにちょっとおかなと思うので、4号の方があれば。するのが困られる方がいるので、あのぼり玉から出てきたような作品で。さて、長谷園で作陶体験終えて、今からお宿に向かいます。楽しみ今日泊まるお宿は疎水居っていう宿なんですけど、ずっと泊まってみたかった宿なの。ビラ形式のお宿。うーん、てか作陶体験楽しかったね。ね無心になれた。なんか頭がすっきりしたわ。ね、先生が良かったよね。良かった。なんか本当に作家さんっていうかさ、職人さん感じ。先生の作品を買いました私たちは先生の作品の土鍋を購入して帰りました。いやーよかった。まだ2箇所ぐらいしか回ってないけど、めっちゃ三重楽しみ、うん、ね、いいよ三重。ね、いいね三重ね。また来たい。ここから1時間ぐらい車に乗って小物町、はい、小物町にあるお宿に泊まります。着いた。すごい。まあ、すぐこれここか。ビラが建っていて、その一つ一つが土とか石とか和紙とかガラスとか8つの素材がテーマになったお宿です。私たちが今日泊まるお部屋は漆喰がテーマの白露というお部屋です。簡単にルームツアーしていきたいと思います。まず玄関に入ってきて、この大きなつろげるスペース、こちらのスペースにソファーとか、あとは大きな窓があって、奥には川があるみたいなんですけど、外に出ることもできます。でこの部屋をぐーっと入っていくと、こちら左手にバスルームがあって、でこの奥の扉を開けると、じゃーん、露天風呂があります。でこのね、疎水居さんは全室源泉かけ流しの露天風呂がついているそうです。でこちらがシャワーブース、シャンプー、コンディショナーなどのアメニティは羽化です。でこの水回りですね、水回りのハンドウォッシュも羽化だし、あとはこれなんだろう、ボディオイルとフレグランススプレーもあります。後で使ってみよう。そしてこれはアメニティです。このアメニティのキットの中にはこういう風にポーチに入った小分けのクレンジングとか美容液、石鹸ですね、このトラベル用に最適な小分けのパウチが入っています。これすごい嬉しい。じゃあ櫛、そしてコットンや綿棒など歯ブラシが入っています。でこのアメニティは袋ごと持ち帰っていそうです。はい、そしてこちらのスペース、ここにはちょっとした流し台があって、でお水と、あとは
急須ですね。この中にお茶が入ってるのかな。あとこちらにね冷蔵庫があるんですけど、このね冷蔵庫の中のものは宿代に含まれているそうです。そして冷蔵庫の上に箱があって、その中には茶水魚とサルタヒココーヒーがコラボしたドリップバッグ、あとはハーブティーとかが入っています。でなんかあの漆喰をねテーマにしているお部屋なので、ちょっとこういうソファーの質感とか、あとはライトの感じとか、こういう風にね調度品があるんですけど、それもこの漆喰をテーマにしたものでしつらわれているそうです。はい、でそして奥行きましょう。ここはベッドルームです。ベッドが2つあってルームウェアがあります。そしてベッドルームの角にはねこういうちょっとしたデスクなどもありました。そしてもう一部屋あります。畳のあるスペース、ベッドもあるんですけどお布団もあるので畳にね引いて寝ることもできます。このお部屋はね最大6人泊まれるみたいです。はい、そんな感じで三重の旅、私たちは疎水峡に一泊させていただきます。この後6時半からお夕食を食べて、夜ねゆっくり露天風呂に使って寝たいと思います。みかん 100% ジュースだって。ちょっと今日お腹すいたから。やった。はい、すごい景色いいよね。山山、今からディナーを食べに行きます。なんかね、疎水峡って3つレストランがあるのよ。蕎麦屋さんと、あとはうなぎ屋さん、と劇場型レストランって分かる、なんていうの、こう作ってるとこ見ながら食べるって。あー、オープンキッチンって。そうそうそう、その劇場型レストランに行きたいと思います。こちらですね、本日のメイン料理でお出しします熟成牛でございます。ありがとうございます。ワーナというところはご存知でしょうか。しじみとアサリもですね、すごく美味しい土地となっております。今日はそちらのしじみのスープをぐっとお水のみで煮詰めたものがスープになっております。料理となっております。今こちら1週間ほど寝かせたものとなっております。細かく四角い状態に切りまして、セビーチェというお料理に今日は仕上げてございます。
マグロの魚醤とあと澄ましバターを塗りながら薪で焼きました。失礼いたします。こちら地元の栗を使いましたモンブランでございます。あ、美味しかったですね。めっちゃ星綺麗よ。本当だね。星綺麗じゃん、こんな綺麗。ちょっと動画には映んないけど、星すっごい綺麗。天風呂使って化粧落として、これからスキンケアします。今日ね、このアメニティの袋の中に入ってたこのスキンケアセット使ってみたいと思います。あ、お風呂すっごい気持ちよかった。とろみのあるお湯で体がポカポカです。さっきもルームツアーで軽く紹介したけど、小分けのね袋に入ってるお試し用ぐらいの高性の石器水とか MIMC とか、今日はこれを使おうと思います。こういうのね、余ったらそのまま持って帰って次の旅行の時とかに使えるからめちゃくちゃ便利ですよね。まず MIMC の化粧水から使っていきます。ここ数ヶ月ね、結構海外旅行に行く機会が多かったんですけど、やっぱり国内旅行もいいですね。温泉にゆっくり使ってちょっとこう日常からエスケープできるっていう。あとは美容液、これも美容液だ。どっち使うか、こっちにします。なんか今回の三重の旅って割と緩めの工程というか、あんまりこう予定を詰めすぎず美味しいもの食べたり、その土地ならではの作陶体験とかしつつ、素敵なお宿に泊まって美味しいものを食べて温泉に入るみたいな感じの、まあ、ちょっと大人旅なんですけど、本当にね、特にこう作陶体験でコップ作ってる時とか、あとはさっき露天風呂に使ってる時とか、なんかすごい無心になれたというか、最近仕事のことだったりとか無意識にいろんなことをずっと考えてて、なんかそれでちょっとこう疲れてる部分があったんだと思うんですけど、今日なんか本当に久しぶりに何も考えないで本当にこう頭を空っぽにするっていう時間を設けることができたので、なんかすっごいリフレッシュしました。このままね、もう歯磨いて寝ちゃいたいと思います。ではまた明日。
地元の小物のブランドポークでございます。小物キントンという人豚を使ったしゃぶしゃぶ、食にデザートもございます。ごゆっくりお召し上がりください。お腹いっぱいです。美味しかったね。うん、あ、なんかもうポカポカなんだけど体が。うん、朝の風呂めっちゃ良かったわ。めっちゃ良かった。あ、ちょっとゆっくりしてからだよね。そうね、まだちょっと時間ある。カモシカ道具店に来ました。見て、ラーメン鍋とかあるの。あ、そのまま直火で。そう、燻製。あ、いいね、お茶碗とか土鍋でしょ。あとピッチャーとかコーヒーカップとか、ほんと日用品っていうか、ほんと道具店だね。うん、店舗限定だった。それちょっと孤独がね、いいね。なんかいい意味で、あんま陶器っぽくない、うん、シルエットが多い。確かに、ほんとそうだね。かわいい、こういう黄色のとか、ね、ポップな、ちょっと北欧っぽいね。これいいね。こういうの欲しかったんだよね。このデザート乗っけるとか、フルーツ乗っけるやつ、シンプルで可愛い。この花瓶とかもあるのね。購入品紹介。可愛いね。うん、ここにね、あの、うん、焼いたマドレーヌみたいなの。焼けんのか。あ、クリスマスの時にさ、うん、こういうここにちょっと焼き菓子置きたいのよ、私。可愛いよね、つるっとしてて。家にあるキッチンの。キッチン道具に馴染みやすそうなデザインのものが多いね。うん、持って帰ってクリスマスに使います。カモシカ動物園カモシカ動物園はカモシカしかいないじゃん、絶対。カモシカ道具店、あの田んぼの真ん中にあるからさ、最初びっくりしたけどさ、どんどん人が来て、人気の道具店なんだね。ね、みんな行くんだろうね。なんか観光客みたいな方たちが来てたよね。で、次は椿狼社に行きます。
あ、なんかこれもいいって。このね、六角形がすごく縁起が良くて、道開き守り。これ買おうよ、ね、うん、これいいよね、ほら、これも素敵。三角形守り、ちょっと日が当たってね、これの2つ買いましょう。開運。さあ、どうでしょう。あ、ちょっと来た。顔を上げ、まずは笑顔でいよう。あなたのその笑顔は周囲の応援者を増やす鍵となり、成功への道を作ります。めっちゃいいじゃん。思わぬ場所で願いが叶うでしょう。新しい分野に踏み込むことで道が開け。めっちゃいいじゃん。かわいい。すごい、こういうのついてんだね。あなたも開けてみて。だいたいこういうの大吉とか。嘘。二度く、十吉。おー、すごい。まずは心の中の鏡を磨くことって言われる。あー、壊れた場所であなたもしここ。よかったね。持って帰ろう。写真撮って待ち受けにすると願いが叶うんだって。みんな写真撮ってるわ。なんか今黒い蝶が寄ってきたんだけど、私に。あら、調べたら現在あなたがいい波動を出している。あら、幸運だって。あ、でもここすごく素敵な場所だね。うん、伊勢神宮が有名だけどさ、三重に。こんな素敵なところもあるんだね。これなんかそれ、すごい見て。町屋がいっぱい。あ、本当だ。わあ、すごいね。ほら見て、東海道って書いてある。東海道53次47番目の宿場町だ。色が違います、ね、そうですね。プロに近づけていくこともできます。もう何十回もそう。あ、そうなんですね。これ色移りね、しない藍染めだっていうのはちょっと仮名を見ていただけると。あ、ぜひ。あの染液自体もそんなに匂いないと思うんですよ、はい、昔ながらの藍染めってそんなに匂いがほぼないんです。普通のティッシュですけど、染液自体青くないでしょ。うん、黒いですね。そう、でどちらかというと古くなってくるともっと茶色っぽくなってくるんですよ。で、これ白いものやると分かるんですけど、これ焦げ茶色ですよね。でちょっとこっち酸化してきて青くなってきたと思うんですけど、でこれをね、水の酸素にね反応すると青く。あ、本当だ。だけどこっちには青は出てないでしょ。あ、本当ですね。ということは染料は溶け出てないわけですよ。だから白いものと洗っても色移りしない。酸素に反応してこういう青になる。
これなんか体験もできるんですよね。そうなんです。生葉染めとか、これは昭和絵染めですけど、生葉はあの畑に生葉があるとき、あのお茶会の時とか、だいたい10名ぐらいのお茶会の時、お茶会の時はここの部屋をこうやって私たちが作ってるのはお茶があるので、はい、それを、まあ、飲んでいただくんですけど、で三重はちょっとあの急須の産地でもあったりとか、はい、やっぱり昔からこうあのお茶の、ね、産地っていうのは、まあ、道具もあってやっぱり切磋琢磨されてきた文化っていうのはやっぱあると思うんで、でも近年すごいねあのペットボトルの文化の方がすごい盛んになっちゃったから、はい、あのそうしたことを味わう人がすごく少なくて、うん、でも台湾で私長く仕事してて、あのコロナ前まで、はい、もう20年近く仕事をしてたんです。僕ら1年前、はい、僕は5年住んでて、彼が5年で私1年、彼女は1年住んでいました。そうなんですね。中山の方に。あ、中山の方に、はい、そうですか。住んでいました。共通点がまさかあると。台湾大好きだから。あ、本当ですか。もう向こうの人すごいじゃないですか、お茶が。お茶はそうですね。お茶すごい。やっぱり美味しいし。そうですね。いろいろ行ったよね。そうですね。日月堂も行きました。お一組だけに私がお茶を入れるっていうスペースがここです。あ、すごい素敵。うん、あ、じゃあ一般の方も予約をすれば、そうです、そこでお茶を、はい、あ、すごいいいね、ここ。うん、left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? みかんの中に、はい、発酵茶を詰めた、やっぱり日本独自のって思ってるので、うん、柚子を使ってます。柚子の中に香りしますね、うん、柚子の香り。でこれをあの急須でも入れられるし、あのマイボトルとかそういうものに入れてもいいんですけど、やっぱり手摘みで美しいので、確かに見て楽しむ。見たいですよね。見たいですよね。わかります。美しい。柚子の香りがしますね、すごく。煮込めば煮込むほど美味しいんです、ね、一日中飲めるんですよ、それ。そうなんですね。だから確かに全然なんかその渋くなってないというか、そう、えぐみもないと思います。うん、美味しい。そうですよね、きっと楽しめないから。Am I one of those crazy people? Should I stay here? 駅塾散策楽しかったです。チコンカさんで、なんかパンケーキのね、粉をちょっとお土産にいただいちゃいました。嬉しい。このチコンカオリジナルパンケーキミックスだって。そしてさっきいただいた伊勢小生館っていうお茶を買いました。あ、楽しかったね。長居しちゃいました。ね、長居しちゃいました。まさかの台湾っていうね、お茶で台湾に つながってしまって。赤塾を散策してゆっくりお茶を飲んで、これから最後の目的地六花園に向かいたいと思います。
から1時間ぐらいかな、うん、よろしくお願いします。六花園なんだったっけ、ちょっと情報。なんかね、昔の実業家の諸人さんの別邸です、ね、うんうん、大正2年に完成されたそうです。なんか和館と洋館がくっついてる。おー、ほんとだ、うん、わ、すごい。確かに珍しい。素敵だね。Thought that I would fall for someone like you, an uptown girl without a single care in the whole wide world. But I don't.Then we have to pretend that we don't know